てるね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、弱いばかりに。何をおっしゃるの、素直に受け取りなさいよ。ありがとうございます。頑張ってます。あなたたちは褒めて伸びるタイプでしょ。そう、伸びしろしかないので。でしょ。でも本当にね、ともかちゃんがしっかりと狙えてたね。おお、うん、やっぱソフトテニスの経験が生きてるかもしれない。あ、確かに、ね、ちなみにソフトテニスは前衛後衛どちらでしたか。後衛でした。じゃあちょこまか動くタイプだね。そうですね、さあさあ次ね、今4点差ですから次5点差をつけて勝たなければいけないということですね、うん、とんでもねえ、すげえ、はい、でもまだね5点差ぐらいはね、もう結構ひっくり返る得点ですからね。ここでじゃあね、次の試合のポイントちょっと黙っておじさんアドバイス送っちゃおうかな。まずはもうね足を止めない、はい、でしっかりと動く、ね、で頭を動かす、はい、これでしっかりとね避けて、ね、次の第3ゲームいい試合見せてもらいたいなと思います、はい、頑張ります、はい、頑張ってね。はい、じゃあそれでは、集計結果が出揃いましたので見ていきましょう。まずは、レッドサイド東京23区ガールズの応援ポイントです。応援ポイント発表しますよ。はい、1736ポイント、2ポイントですね。ありがとうございます。はい、2ポイント獲得。さあ続いてブルーサイド、未だ君を押せず、大事な応援ポイントですからね。それでは発表しますよ。応援ポイントが1万4153ポイント。こちらも2ポイント獲得です。ありがとうございます。さあどんな風にパラメーターを割り振りするんでしょうか。楽しみにしておきましょう。ではここで決勝戦1ゲーム目に反映される応援タイム再開いたします。3ゲーム目、試合終了後のインタビュー中にも応援可能です。決勝進出をかける大切な一戦、ぜひともしっかり目に焼き付けてください。推しのチームが決勝に勝ち抜けたら、ぜひとも皆さんワオライブを使って応援よろしくお願いします。さあそれではまずは東京23区ガールズ、まあ、どちらも2ポイントですからね、さっきの2ゲーム目と同じように、2ポイントを1人が、受け持つのか、それとも1ポイントずつ分けるのか、まあ、手元の動き見てたらもう2ポイント分けるんでしょうね。多分に分けないんでしょうねあれね。はい、じゃあ教えてください。お願いします。せーの、じゃ、はい、こんな感じです。こんな感じ、はいはい、です。な、何伺ってんの。相手が大きさ2個なんで、スピードで勝負しようかなと。何見えてんの。大きさ対スピードの。ちょっと大人げないよあんた。あんた大人げないよ。頑張ります。よしよし、今だけ見ようせず、これ聞いてちょっと変えちゃえ。変えちゃえ。ダメ。これ変えるんですか。ダメです。さあそれでは、パラメーターも決まったところで、応援してくれてるファンのみんなに一言お願いします。はっちゃんのメンタルサポートに努めます。すごいやばいやつ。ああなんかもうすごいメンバーで起こす人じゃん。嘘です、嘘です。はい、頑張ってね。はい、それではブルーサイド見ていきましょう。今だ君を押せず。はい、さあこれ大事なパラメーターですからね。はい、はい、それでは見せていただきましょう。お願いします。せーの、じゃーん。あら、今度はユニちゃんが、はい、大きさ大きくしました。うんうんうん、デカデカがいいんだよね。はい、デカい方がいいです。なるほどね。さあ、改めて点差を見ていくと4点差、はい、もう点の差をつけて勝たなきゃいけないということですからね。ユニちゃん、はい、頑張ろうね。うん、いい試合ね見せてね。はい、はい、頑張ってください。はい、じゃあそれではパラメーター決まったところで、応援してくれているファンのみんなに一言じゃあお願いします。はい、頑張ります。見てて。見てて。バイバイ。バイバイ。ちゃちゃちゃ、帰ったあかん、帰ったあかん。今だけ見ようせずチームをね、はい、しっかりと大逆転、はい、はい、劇的なドラマ見せてください。お願いします。頑張ります。頑張ります。はい、さあそれでは試合の準備お願いします。では、この B ブロック2組のトークもここが最後となりますので、今後のライブやリリースなどの、活動も話聞いていきましょうかね。じゃあまずは船橋ひまわり娘、はい、なんかツイッターで見ましたけれども、はい、大きいイベントに出演が決まったんだって。そうです、アットジャムに出演させていただきます。はい、これが8月の28日、はい、これもタイムテーブルも出てんだよね。そうです、9時45分からパイナップルステージです。よろしくお願いします。ちょっと早めのね。これはオープニングアクトぐらいかな。あ、そうです、オープニングアクトです。ということはオープニングアクトということはもうね、その後のねアイドル楽しみに来たファンのみんなと、そして、船橋ひまわり娘のファンと
言ったいろんな人にアピールできる場所だね。そうなんです、もう盛り上げていきたいと思っています。ぜひお時間ある方遊びに来てください。よろしくお願いします。アットジャムのいいスタートダッシュ切れるようにね頑張ってください。ありがとうございます、はい、そしてポミは喋りたくないそうです。え、どうしたどうした。はい、はい、ポミーは次ライブが22日に上野音横丁さんにてさせていただきますので、うんうん、よかったらお時間ある方はぜひお待ちしております。はい、22日ですね。はい、はい、それがはいはい、できてないんですけど、できました。どこまでできた？ちなみにちょっとじゃあカメラに向かってちょっと持ってて、すごい、このね、2ゲーム目の間にね頑張ってくれました。青がまずできて、1、2、3、あ、でももうすぐ、あ、でももうちょっとできる。はい、じゃあそれでは、引き続き、3ゲーム目も頑張っていただきたいなと思います。さあ、ね、気持ちよく完成させて、B ブロックの試合に進んでもらえたらなと思います。ちょっとマレちゃん頑張ってもらっていい？ちょっと記憶が疎いんですけど頑張ります。はい、頑張ってください。はい、じゃあそれでは3ゲーム目準備できたようなのでフィールドにカメラ向けてみましょう。なんかもう賑やかですね。すぐ壊れそうだな。大丈夫ですか2人とも。私が理科のモニター見てる人、渋谷8です。はい、はい、ファンさん OK。 さあ、それでは第3ゲーム目の準備ができたようなので、はい、それでは、試合行きましょうかね。はい、はい、お願いします。お願いします。バレッドサイド東京23区ガールズ、ブルーサイド今田君を押せず、ハードファイト。今田君を押せず、ブルーサイドは5点差をつけて勝たなければいけません。頑張れ。さあ、足止まってるとダメだよ、さっきアドバイスしたじゃない。さあ、先制点は東京23区ガールズ。さあ、小丸ユニ、さあなんとかねパラメータアップした分活躍したいところです。さあ、2点の差つけられました。さあ、まだ今の君を押せず、さあ、今回のですね BGM は今だ君を押せずの、楽曲が使われております。ぜひともねこの楽曲の、背中を押していきたいところ。さあ、パラメータアップしていない。さあ、花淵友香が1点を取ってきました。さあ、しっかりとお互いに、さあさあ手を引いて、さあユニちゃんの手を引いて、さあ入れようとした。さあ、ここでシールドに入った。さあ、その間に3点を獲得した、東京23区ガールズ。さあ、4点目を獲得しました。さあさあ、これで、渋谷8のメンタルがブレイクしたか。さあ、4対2残り10秒。さあ、ここで取ってきた。さあ、2点取ってきた。さあ、このまま試合が終わってしまうか。さあ、6対2で、試合終了。さあ、合計得点は、15対、7ということで、A ブロック見事決勝に勝ち上がったのは東京23区ガールズです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、試合振り返ってみていかがでしたか。あの、ね、パラメータアップしたはっちゃんが途中、その言い方やめません。そのパラメータアップしたってわざわざつけるの。いいです、大丈夫です。みんなの応援を、そうですね、応援を受けた、はっちゃんが、いい、ありがとうございます。途中ちょっとね